リソナ銀行、株式会社、リソナ銀行、リソナ銀行は本店を大阪府大阪市中央区に置くリソナホールディングス傘下の都市銀行。国内で唯一、新宅部門を経営する大手銀行である。旧野村財閥の財閥系都市銀行である大和銀行と旧地方銀行及び 貯蓄銀行から発足した都市銀行である朝日銀行の合併により誕生した都市銀行。国内においてはメガバンクに次ぐ規模を有する銀行であり、理想なグループの中核を担う大阪府の単独指定金融機関。旧大和銀行は戦前の旧商号である野村銀行時代より一貫して新宅閉営を継続している唯一の都市銀行であり、 りそな銀行となった今でも唯一の存在である。新宅業務を営むため、宅地建物取引業法第77条の、新宅会社、新宅銀行に関する特例が適用されており、宅建業の届出番号は、国土交通大臣届出第5号となっている。新宅部門は、りそな新宅銀行、旧、大和銀新宅銀行として一時分社化したが、2009年、 平成21年に再統合されている。リソナとは、ラテン語で、レソナ、共鳴せよ、響き渡れ、動詞レソナのに認証単数命令法現在形という語であり、リソナホールディングスのウェブサイトにも、このことが述べられている。旧大和金時代から、国会議事堂内に衆議院支店、参議院支店を持つ、唯一の銀行であるため、議員に対する融資などを通じて、 長田町との関係が深い銀行とされ、特に自民党に対する融資額は2002年末には約5億円に過ぎなかったが、政府から2兆円の公的資金を注入後の2005年末には約54億円となり、3年間で10倍以上に増えた。2018年3月現在、全国に328店舗を展開しているが、他の都市銀行に比べ店舗数は少ない。 47都道府県のうち25都道府県に店舗を展開している。リソナグループの埼玉リソナ銀行、関西未来銀行、港銀行と合わせると首都圏、特に最強地区と京阪神地区に営業拠点が集中している。東京都に110店舗、単独で指定金融機関となっている大阪府に104店舗が設置されている。四国は高知支店の廃止後は 店舗外 ATM のみとなっており、有人店舗は存在しない。政令指定都市の中では、新潟市、静岡市、岡山市に店舗がない。大和銀行、朝日銀行合併前の2003年、平成15年3月に、埼玉県内の旧朝日銀行の店舗は、埼玉リソナ銀行として分離され、埼玉営業部、埼玉銀行本店共和埼玉。 銀行浦和営業部、旭港浦和営業部、旭銀行埼玉営業部については、埼玉リソナ銀行の埼玉営業部、本店となっている。八重洲に所在した旧埼玉銀東京営業部は、リソナ銀東京中央支店として、現在も存続しているが、現在は、日本橋に所在する、日本橋フロントに移転し、空中店舗となっている。旧奈良銀店舗については、その後、 桜川東支店、旧大阪支店が2006年、平成18年6月19日付で、近接の桜川支店に統合されたが、それ以外の廃止予定は2007年、平成19年に入るまでなか2005年12月までは理想な銀行、開始当初は大和銀であったが、朝日銀との合併により2003年3月に、行名解消に、 販売業務を委託し運営されていた。大和銀行からノウハウを学ぶためである。実際の売りさばき管理業務は、日本スポーツ振興くじ株式会社に採択されていた。野村特質によって、大阪野村銀行として創立、昭和に入り、野村銀行と解消、野村財閥の中核銀行として、金融激戦地帯である大阪市に本拠地を置いた。 戦後財閥解体により野村銀行から称号変更し大和銀行となる。旧安田銀行の富士銀行への称号変更も同様の経緯。住友銀行は財閥解体により大阪銀行と称号を変えるが、その後住友銀行に戻している。現在の野村証券は野村銀行の証券部門が独立したものであり、兄弟企業といえる。 新宅部門閉営の唯一の都市銀行であり、新宅機能のツール多様性から、大倉省から他の都市銀行と同じスタートラインにない。とみなされ、他の都市銀行のような店舗展開が認められなかった。都市銀行、他店舗展開、新宅銀行、商店舗展開。特質の自主独行の精神に基づき、どの銀行とも合併をせず、交わらなかったことから、 都市銀行の規模としては、北海道拓殖銀行に次いで下から2番目の規模であった。しかしながら、信託部門は好調であり、年金信託住宅残高、遺言信託などは、全信託銀行中トップであった。1995年、平成7年に、同行ニューヨーク支店において、いわゆる大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件が発覚。当時としては、 公銀最大の店舗もを有していたアメリカ合衆国から撤退を余儀なされた上、巨額の罰金も課せられた。この結果、米国内の店舗を住友銀行に譲渡する形で撤退。それと前後して、同行との合併が日本経済新聞で報道された。これにより、ヤマトプルダニア銀行、現在のリソナプルダニア銀行と数カ所の駐在員事務所を除いて、 国際業務から撤退した。国際金融市場の中心地であるニューヨークからの追放は当時純利益の三割を米国市場から得ていた動向にとっては極めて大きな痛手となった。大和銀行はこのような状況を背にして相場な的経営を見直し筋肉質な経営基盤の構築に邁進、個人や中小企業を主要な取引対象とし親密な地方銀行を グループ内に取り込むスーパーリージョナバンク構想を打ち出し南極の打開に取り組むこととなった。首都圏の地方銀行との合併を模索する旧埼玉銀行派閥と他の上位中位都銀との合併を模索する旧共和銀行派閥の対立が深刻化していたほかバブル期の拡大戦略が裏目に出て多額の不良再建を生み出していた。また2001年 平成13年5月末に海外拠点を東京三菱銀行、現三菱 UFJ 銀行へ譲渡することで合意するなどしてリストラの加速化が進んだ。2001年平成13年12月、大和銀行は同行の新密地方銀行である近畿、大阪銀行と奈良銀行と共に株式移転により金融持ち株、会社山と銀ホールディングスを設立。 各校はその参加に配慮した。同時に、大和銀行が経営する信託部門のうち、法人向けの年金信託業務を新設した大和、銀信託銀行に分割した。続いて2002年、平成14年3月には、朝日銀行が株式交換により、大和銀ホールディングスの参加となった。そして2003年、平成15年3月には、 アサヒ銀行の埼玉県内の営業拠点と資産を、先リソナ銀行に会社分割し、残ったアサヒ銀行は、大和銀行と合併する形で、リソナ銀行が誕生した。水穂銀行と水穂コーポレート銀行に続き、リソナ銀行と埼玉リソナ銀行は、世界的に見ても、例の少ない合併分割による経営統合を行った。これは、 大阪に本店を置く大和銀行に朝日銀行が吸収されることで埼玉県内において圧倒的な規模を誇る朝日銀行の収益基盤が縮小することや経営方針変更等による地域経済への影響、器具を考慮し地域に対するコミットメントを明らかにしたものであると言われる。同時に合併分割によって合併再起による自己資本の増強効果があり、 悪化する経営を一時的に救う効果があった。しかし、このような複雑な経営統合方法は口述するシステム問題を含め、スケールメリットを阻害する要因となり、現在もなお経営形態の見直しが議論されている。発足直後の2003年、平成15年4月22日、同行の監査を担当する監査法人のうち、合併前の決算を審査するため、 新日本監査法人と共同監査を行っていた、朝日監査法人、現在の有限責任あずさか法人が、栗延税金資産の取り扱いをめぐり同行の共同監査を辞退し、決算監査が大幅に遅延する異常事態となった。残った新日本監査法人は、5月に入り、栗延税金資産組入れの前提となる、将来の収益性を疑問視し、 理想な銀行の主張する他の都市銀行と同じ、繰延税金資産5年分を否定して、3年分の組入れしか認めない方針を明らかにした。その判断には、現在も多くの議論の余地があるが、この判断に基づくと、同行の自己資本比率は、国内基準である4%を下回る2%台に転落する可能性が出た。そのため5月17日に至り、 政府に対して、預金保険法第102条第1項第1号に、基づく、資本注入、第1号処置を申請した。同日緊急招集された、政府、日本銀行による、金融危機対応会議において、同行の申請を認め、資本注入並びに同行に対する早期是正措置、業務改善命令が発動された。政府による、 総額1兆9660億円の公的、資金注入、正確には、預金保険機構による株式取得は、従来の優先株による麦決権資本注入に加え、額の巨額差や経営再建への影響力を勘案された結果、普通株での資本注入が行われたために、預金保険機構の持ち株の比率が上がり、一時利素な銀行は事実上預金保険機構が、 筆頭株主となる異常事態が発生、これを実質国有化と呼んでいる。なおこの実質国有化に関して、当時、竹中平蔵金融担当大臣は、都市銀行であっても区別せず破綻させる旨をこと、あるごとに発言しており、破綻処理した足利銀行との扱いの差を疑問視する、ものの差は、特に5月17日に、読売テレビで放送された報道番組、 ウェイクアップに出演していた経済評論家、植草和秀が、もし、リソナ銀行を破綻させるという方針で動くのであれば、株主責任を当然問わなければならないので、大問題になる。週明けの株式市場は、混乱に見舞われる危険性が大きいと番組内で発言し、直後の番組放送時間内に金融庁から、政策当局がリソナを済みする。 万全を期すので混乱は起きないとの電話連絡を受けたことを司会者が番組終了時に明らかにしたため、植草は疑問を呈した番組が生放送だったためこのような事態となった。リソナ銀行に対する公的資金注入による救済は従前の通りであり番組終了後の同日発表された。また、この破綻寸前のリソナ銀行の経営状況を受け、当時市場では リソナ銀行株の投げ売りが行われ、株価は暴落していた。そのような中、まるで公的資金注入による実質国有化に関する竹中の方針転換を予測していたかのように、リソナの株価暴落の過程で株価の反発を見込み、しっかりとリソナ株を買い占めていたのが外資系投資ファンドだった。結局、この地区中の方針転換による公的資金注入の発表を受け、 リソナ株の価格は急騰。この局面で売り抜けた外資系投資ファンドは莫大な利益を手にした。この動きについて竹中の行動を外資系投資ファンドは知っていて取引を行ったとするインサイダー取引疑惑がある。今日に至るまでこのインサイダー取引疑惑はくすぶり続けており、金融業界ではリソナの公的資金注入における最大の闇となっている。 リソナへの公的資金注入は本来預金保険法が想定していない金融機関側の要請によって資本注入を行ったために従来の公的資金注入とは異なり予防的公的資金注入と呼ばれる。予防的公的資金注入は金融機関が過小資本に陥ることによる経営破綻を回避するために行うもので当時の預金保険法は 金融機関による申請やその適用要件に関して明確な基準が存在しなかった。そのため申請当時には適用に関して一部から違法性が指摘された。また金融機関が自主的に公的資金の注入を予防的かつ自主的に申請できる必要性が認識されたために後に預金保険法改正の要因となった。加えて監査法人による 決算の否認は、株主や預金者を保護する監査法人の重要性を再認識させ、その後の足利銀行の破綻に見られるように、外部監査制度の攻め強化につながった。さらには、言論事件以降重要視されるようになった内部統制システムの充実にも影響を与えたといえ、日本版 SOX 法である新会社法制定に与えた影響は無視できない。当時、 企業の業績不安と不良再建処理の遅れ、政府の緊縮財政、財政再建政策及び金融機関に対しての厳罰主義から日本企業の株価は下落を続けていたが、それまでの方針に反して、理想な銀行に対して政府が取った機動的な資本注入は、金融機関の不良再建の抜本的処理に向けた小泉政権の強力な意思であると評価され、その後株価は 上昇に転じた。この時、理想な銀行を従前の通り破綻処理していれば、日本経済は間違いなく強硬になっていたと言われる。経営体制に関しては、多額の公的資金を注入した経緯から内部からの経営陣に加え、JR 東日本出身の細谷栄二会長を、はじめとして外部企業から招聘した経営陣による新経営体制が確立された。 これは伝統的に外部から経営陣を招くことのなかった金融機関にとっては画期的な出来事であり大企業の経営再建におけるモデルケースとして期待された。また経営制度では委員会等設置会社への移行が図られた。大和銀行は1994年平成6年に IBM 製メインフレームで稼働する環状系システムニュートン ニュートンに続き、1996年、平成8年には、情報系システム、ダーウィン、ダーウィンを課させ、第3次オンラインシステムへの移行を終了した。経費節減を目的に、自社の保有する、環状系、情報系システムを IBM との接班出資である、D&I 情報システム、D&I に移管し、都市銀行としては初めて、 オンラインシステムをアウトソーシングする戦略を取った。その後、大和銀行を中核に、地域銀行をグループ化する過程において、近畿大阪銀行など参加銀行にニュートン、ダーウィンを水平展開し、グループ間のシステム投資を軽減するシステム戦略が採用され、奈良銀行を皮切りに、近畿大阪銀行への導入が図られることになった。朝日銀行との経営統合後には、 旧朝日銀行が開発した総合オンラインシステム、CAP、CAP、環状系、情報系ともに、IBM 製、メインフレームで稼働。前身は、旧共和銀行のオンラインシステムを破棄し、新たに誕生する、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行にも、ニュートン、ダーウィンを採用することが決定れた。さらに、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行が誕生した2003年、 平成15年3月には、直ニュートン、ダーウィンの完成が間に合わないため、CAP を理想な銀行向けと埼玉理想な銀行向けにに分割、低分割した上で、CAP を現行、ニュートン、ダーウィンとリレーシステムで仮統合した後に、直ニュートン、ダーウィンに順次移行するという複雑なシステム統合が計画された。しかし、2003年、 平成15年の実質的な国有化後、細谷英二会長を中心とする新経営人は、規模も営業内容も異なる全参加銀行にニュートン、ダーウィンを水平展開するシステム戦略を主にコスト的な問題から疑問視し、また技術的にも環状系、情報系システムが不可分な設計であるニュートン、ダーウィンは24時間稼働対応、ハブスポーク型システム、 旧来の環状系中心システム構成ではなく、環状系や情報系の機能をオブジェクト化して切り出し、ハブと呼ばれるデータ統合システムによって接続された多数のサーバーに分割する方式への対応が困難で、あることを良しに、参加銀行の時期ニュートン、ダーウィンへの移行計画を破棄し、リソナ銀行と埼玉リソナ銀行については破棄が予定されていた、 旧アサヒ銀行の CAP への統合を決定した。これに伴い、リソナホールディングスが保有する D&Y 株式の95%を IBM に譲渡し、IBM とのアウトソーシング契約を解消した。一方、アウトソーシング先として新たに NTT データが選定され、CAP を運用するアサヒ銀ソフトウェア、現 NTT データソフィアの株式の95%を NTT データに譲渡した。CAP をベースとした統合システムへの移行は2005年平成17年5月から店舗別に5回、旧朝日銀のシステムの変更を含めると合計6回に分けて行われ、同年9月12日にすべての店舗においてシステム統合が完了した。また、奈良銀行は奈良リソナ銀行とする見込みでの当初計画のもと、 2003年、平成15年7月にニュートン、ダーウィンへの移行を得ていたが、リソナ国有化に伴う経営戦略転換の結果、2006年、平成18年に、奈良銀行自体がリソナ銀行へ、九州合併され、この合併と同時に、統合システムに移行した。近畿大阪銀行は、当初計画でのニュートン、ダーウィンへの移行を始める前に、 リソナ国有化となり当初計画は白紙化、旧近畿銀行から引き継いで利用していた独自のシステム、日立メインフレームを NTT データにアウトソースした上で継続使用して営業していたが2008年平成20年7月22日に統合システムへ移行し、同日以降に発行した通帳については、統合 ATM 及び埼玉リソナ銀行 TM でも共通書式として、 取扱いが可能となった。ただし、これら2行とは、通帳自体は別仕様であるため、繰越しは、近畿大阪銀行窓口でのみ可能。また、別仕様ゆえに、理想なグループで、近畿大阪銀行のみが、総合口座通帳を発行していることになる。また、廃止店の通帳、カードを、継承店名のものに変更せずに利用していた、ケース及び、近畿銀行名のものを、 継続利用していたケースは強制切り替えの対象となった。統合システムへの移行が終了した理想な銀行においても、信託系システムは依然として並行稼働しているニュートン・ロビンの周辺システムを利用しており、旧理想な信託銀行を含めて、統合システムへの最終的な信託系システムの移行、統合に関しては白紙状態である。 情報系システムについても、ニュートン、ダーウィンの周辺システムを利用していたが、2014年8月より切り離しが開始され、同11月17日に NTT データが構築したオープン系システムへのリプレースが了した。環状系である統合システムについても、2015年1月5日にリプレースが完了している。ニュートン、ダーウィンは2007年、 平成19年10月1日に、郵政民営化によって発足する、郵貯銀行において、全員システムへの接続や為替勝利、信託業務の展開のために、暫定的に採用が決定していい。リソナ銀行及び埼玉リソナ銀行では、総合口座をリソナリテール口座と呼称し、通帳を預金種類ごとに分割している。なお、通帳自体は、リソナ銀行、 埼玉リソナ銀行共通であり、通帳表紙と見開き部の口座番号を名義人と合わせて勘定を置く銀行名が印字されるようになっており、法人、銀行陰影はリソナグループとなっている。通帳種類は以下の通り。2004年、平成16年より、リソナ銀行、埼玉リソナ銀行共通で取り扱いが開始された。 通帳無発行型の普通預金口座である。通帳明細に変わるステートメントの郵送を行わず、理想なダイレクト、インターネットバンキング上で閲覧する形式では、都市銀行発であった。残高によって預金金利が変わる、残高段階型金利、地も普通預金を採用している。当初は残高などの取引内容に関わらず、 自己 ATM の時間外手数料が無料となる点が特徴であったが2015年4月で終了したインターネットバンキングであるリソナマイゲートを運営している給与振込やローン利用資産残高といった銀行取引に応じてキャッシュバックやポイント移行が可能となるポイントサービスを行っている2018年7月9日から 東日本旅客鉄道 JR 東日本グループのビューアルテ ATM384 台で平日午前8時45分から午後6時の間引き出して数量が無料で利用できる。駅中 ATM が無料で使えるのはリソナ銀行、埼玉リソナ銀行のみである。今まで生体認証型キャッシュカードは新規発行依頼時に税込1000円を支払い。 5年後の更新を当月、前に更新発行にも発行手数料を税込み1000円を支払って発行していたが、2008年、平成20年から新規発行及び更新、前回発行分からの発行には手数料を徴収しなくなった。このため、現在は特に希望しない限りは、生体認証対を IC、キャッシュカードが発行され、従来の磁気ストライプカードは発行されない。 事前に取引店に問い合わせをして、かとされればこの限りではない。また、生体認証付けカードの発行を口座開設する場合と、現在使用している時期のみのキャッシュカードからの切り替え発行をする場合のみ、店頭での即時発行を行うサービスを始めたが、一部の営業店、インストアブランチ系統の営業店等を除くで発行を得るようになったが、本人確認書類によっては、 運転免許証やパスポート等の公的機関が発行する写真付けのものに限定即時発行を行うこととなった。ただし、本人確認書類を持参した場合等でも即時、発行の手続きを行えるとは限らないので、取引店内氏は電話受付センター、リソなコミュニケーションダイヤル等に詳細を確認する必要がある。現在は生体認証登録をした場合、 生体認証に対応したグループ内の ATM であれば暗証番号の入力を省略することも可能となっている。なお、メールオーダーでの口座開設の場合、生体認証 IC カード加工術のリソナカード S が発行され、なおかつチモで開設される。2016年より埼玉リソナ銀行及び当社の一部支店で印鑑登録を行わない店舗を設定した。 クレジット一体型のキャッシュカード。上述の生体認証 IC。キャッシュカードとクレジットカード、リソナカードがクレディセゾンと提携して発行。国際ブランドはビザのみ。県面の名称はデソナカード S 機能を合わせ持つ。年会費は無料である。有効期限は発行日または切り替え日の5年後を当日。 近畿地方の若者をはじめとするリスナーに、支持の高い FM 局、FM802 と提携し、FM802 が実施している、アートプロジェクト、リグマウト、リグミーアウトに参加している、高山康春、K2 黒田聖太郎、長友慶天、出身などのアーティストたちが、オリジナルデザインした普通預金キャッシュカードである。名称は、リソナ銀行のレソナとアートを合わせたもの。 理想なカードでも採用されていた。ただし、2009年、平成21年1月30日をもって、新規募集は終了している。当初は、通常の有通帳講座、近畿地方の旧大和銀行支店でのみの採用であったが、後に無通帳型預金講座、チモや旧朝日店でも扱っている。2004年、平成16年3月末に、スタジオジブリがデザインした。 響きが、岡物語の、キャッシュカードが廃止され、デザインキャッシュカードは、レザナートのみになった。預金口座の新規開設か、現在開設の口座のキャッシュカードを交換してもらう、ことで入手可能である。旧大和、朝日、全新業の共和銀行、埼玉銀行、共和埼玉銀行を含むの、キャッシュカードから交換する場合は無料。 理想な銀行キャッシュカードからの場合は有料。デザインが年数回更新され、古いデザインのカードは新たに入手できない。また、当初は近畿の旧大和銀行店舗での枚数限定だった。この企画は女性には人気が高いと言われ、新規顧客獲得に成功した。2016年8月3日、JAL マイレージバンク提携サービスは、 同年3月21日に先行実施にサービスを開始したリソナ銀行のインターネット専用講座。2016年8月現在、支店はアルファ支店、ベータ支店のいずれかが割り当てられる。講座の開設から振り込み、取引確認など、ほぼすべてのサービスをスマートフォンのアプリから行う。無通帳の総合講座とビザデビットカード、オリジナル、または JMB がセットとなっているため、開設2年目以降は、ビザデビットカードの回避が発生するが、一般のリソナ銀行で発行されるビザデビットカードと違い、年間1回の利用があれば、回避の支払いが免除されるほか、デザインもリソナビザデビットカード、JMB が黒色、リソナビザデビットカード、オリジナルがリソニア柄になっている。普通預金については、 毎日の最終残高1000円以上について、不利単位を100円として、2月8月の第2金曜日時点で、毎日の店頭表示の利率で計算され、翌土曜日付で付与される。貯蓄預金については、毎日の最終残高1000円以上について、不利単位を1円として、毎月の第2金曜日時点で、毎日の最終残高が、店頭表示の基準残高以上利率または、 基準残高未満利率の別に計算され、翌土用日付で付与される。5おさむき